はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ナードトークのお時間になりましたと。はーい。いやー、井上さん連日ですね。連日です。連日ネットラジオやってますけども、なんかあれだね、今日安藤くんあれだね、なんか調子良さそうだね。いやー、今日はね、いいですよ、すごくすごくいいです。あのね、というのもさっきもね、新たと飲んでたのよ。あら。そう、てかまあ昼から一人で家での宅の一人飲みしてて、どうしようかなと思った時に突然新たから電話かかってきて、もう別件で電話かかってきたんだけど、まあ、そのまま飲みましょうみたいな話になって、もう新たはまあ場所は言わないけど、なんかさ、ちょっとまあこうなんていうの、こうなんていうんですかね、こうちょっとこう下町情緒あふれるところに住んでるじゃないですか。そうですね。でもそこでね、もう新た組みたいなのがいるんですよ、その一般の方の。あ、そこにミュージシャンとかじゃなくて、こう新た会みたいなのがありまして、そこに突撃してきたんだけど。なるほど。うん、いや、なかなかのパンチでこうちょっと追い返されたみたいな感じですよね。どういうこと？いやー、やっぱみんなね、のんべえ揃いで。ああね。いやー、でもいいですね、なんかいい。じゃあ結果的にはいい休日なんじゃないですか。まあ結果的にはちょっと飲み過ぎた休日みたいな感じですかね。ですか。早い時間からね、やっちまったぜって感じなんですけど、ということで、とりあえずまあそんな話はさておきですよ。はい、ナードトークをやっていくにあたっての、ちょっと説明をしたいと思うんですけれども、はい、エピストロフセッションズプレゼンツナードトークということでですね、この番組は、ウォンクのベーシスト井上寛さんと、メルローこと、私安藤光平がエピストロフにまつわる、話をあーだこーだ、まあ、エピストロフにまつわる話からこう周辺から、まあ、関係ない話まで、まあ、うだうだしていこうというネットラジオでございます。はい、皆さん今夜もよろしくお願いします。まーす。はい、ちなみにもしかしたら初めましての方もいらっしゃると思いますので、はい、エピストロフというのはですね、ウォンクバンドですね、ウォンクっていうバンドだったり、はい、安藤君のソロプロジェクトメルローっていうアーティストがね、いろんなアーティストが所属している音楽レーベルでございます。はい、エピストロフっていうレーベルのことをここで言ったり言わなかったりでいこうという、そしてみんなのコメントもしっかり見ていこうという、という回でございます。生放送ですからね。はい、はい、はい、今 BGM で流れてるのは、メルローの曲ですね。はい、そうです。かっこいいって。いや、もうね、今ねコメント見てるとね、うん、みんなが俺の頭痛を心配してんだよね。頭痛って何？どっかで頭痛いって言ったの？頭痛いって言ったの。なるほど。頭痛いんすよ。それね、多分飲みすぎだね。飲みすぎだよね。うん。しかもやっぱあのね、あのコンビニ酒の飲みすぎなんだよね。あー、何？缶酎ハイ的なやつ？そう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 。はあ、ね。それはよくないね。てか、一人飲みってするんだ。一人飲みしたからね、今日、うん、割とする方。する方だね。あんまりしない？なんか一人飲みっていうほどの飲みはしないね。なんか食みたいなのはやるけどさ、はいはいはい、前にいっぱいみたいな。でもそれなんか一人飲みって感じじゃないじゃん。晩酌、軽い晩酌みたいなのはするけど、はいはいはい、この盛りはしないね。まあ、買い込んじゃうんだよね、まず。え？買い込んじゃうわけよ、その、はい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 、スーパーとか行った時にさ。なるほどね。で、いっぱいあるとこう飲んじゃうわけだよね。あ、まだ冷蔵庫にあるあると思うと、うんうん、でもあれじゃない、そのはいはい、酎ハイとかビールとかさ、その関係ってそんな飲めなくない量、う
飲めないんだけど、まあ、飲んじゃうんだよね。すごいよな。なんか缶酎ハイ一杯飲んだらもうね、あの関係は飲めないんだよな俺。ビールは、うん、たまに気分が乗るとめっちゃ飲むんだけど、酎、うんうん、ハイとかはね一本わかる。なんかこうあんまり缶では飲みたくない気持ちはあるよ。それはもちろん、なるべくなんかこうお店で作ってもらったやつを飲みたいよね。今日はそういう気分だったということですね。まあ今日は飲んじゃったわけですよ。そうですか。はーい。はい。というわけで、なので酔っ払いの安藤くんと、シラフの、井上でお送りしております。はい。もう酔っ払い終わってる下り坂の方の安藤ですね、今日はね。あのね。はい。で、ということで、エピストロフの話をちょっと最初しましょうか。はい、しましょう。エピストロフ、てか前回のナードトークはいつだったかな。まあ、でも。前回はね、何だったっけね。でもまあ、6月とかにやったんだっけ、ちょっと覚えてねえな。そんなに遠くなかった気がするよ。ね。2、3ヶ月前にやったのかな。うん。そうなんでまあ、それからのね、そのエピストロフでレーベルの話しますと、はい、僕の方はね、ウォンクレディオでもいろいろこう、喋った通り 3DCG ライブっていうのがありました、ありましたね、はいはい、でその 3DCG ライブに向けてゴリゴリ準備をしてたのが今までですね。でまあそっちの話は、まあ、ウォンクのねツイッターだと、うん、あのウォンクレディオでも言ってるからあんまりいいかな。はいはい。ちなみに安藤くん見た？見た見た、すごかったっすね。いや俺が 3DCG ライブを見て思ったことは、あのなんかこうくねくね踊るお姉ちゃんの 3D みたいなのが出てきたじゃないですか。あれは実際にくねくね踊るお兄ちゃん、 お兄ちゃんじゃん、お姉ちゃんがそこにいたんすか？いやいやいや、あれはその中を明かすとモーションキャプチャーのデータだけを持ってて。ああなるほど。でも実際に踊った人はいる。ああなるほどね。その場にはいなかった。その場にはいない。ああなるほどね。いや、それが気になってただけですね。え、お姉ちゃんはいないです。いや、でも素敵でしたよ。本当になんかこう、いろいろ良かったですね。あのコメントがこう、ビューって飛んでくるのも良かったし。いや、楽しかったですよ、あれは。いい。でも、自分たちもなんか手前味噌だけど、は、うん、すごい新しいし、面白いことやってるし、結果、うんエンターテインメントとして成り立っててよかったなと思ってますね。なるほどね。あとあのなんかあの、まあ、わかんない、これは誰の裁量かわかんないんだけど、うん、あの最後の終わり方が良かった、すごい。ああなるほど。あのちょっとギャグ路線の終わり方。そう、あのあれあれあれとか言いながら遠くなってて終わるのが良かったね。なんかそうね、俺もあれそのリハの時も、まあ、あれじゃなかったら、うん、あれはぶっつけだったのよ。うん。すごくてさ、あれぶっつけで、あの、スタッフの人が多分やったんだよね、あれ。うん。俺らは、だから、あの、消えないっていうのを知らされてなくて。うん。やっぱちゃんとこう、なんか、何らか面白いコメントをしてくれるだろうという、そのなんか、信頼関係の上で成り立ったラストって感じがしたよね、やっぱり。それも、よかったし、やっぱりそのバーチャルになるとさ、うん、どうしてもその本当に今リアルでやってるのかとか、何なんだろう、うん、これが本当にアーティストが動かしてるのかとか、うん、本人が動かしてるのかとか、表情が見えなかったりとか、なんかいろいろこう普通のライブよりさ、うん、ライブ感を共有してることを感じが薄れちゃうなという思いがあって、ちょっと、はいはいはい、そこを回避するためにやっぱりね、この普段通りの感じ、うん、冒頭の MC の砕け方とか、うん、終わりの砕け方とか、やっぱ普段通りの感じでやってますよっていうところをね、一緒にいるよっていう感じをね、出せればな、うんうん、確かにあのむしろそれこそね、だってあのライブ中のケント・ナガーツカの MC は結構こうね、シリアスというかね、ちょっと朗読っぽい MC もあったもんね、うん、そうそう、まあ
あれもね、そのせっかくの世界観だから、うん、なんだろう、その没入してる時はそうであってほしかった、そういう世界観に包まれてほしかったから、ああいうちゃんとメッセージを伝えるような MC もしたけど、うん、なるほどなるほど、一番最初の MC、 冒頭の MC と最後だけなんだけど、砕けたのは、うん、そうだったね、やっぱりその 3D の世界にこう導入するっていう意味で、冒頭の MC ではいつも通りの僕らがいますよっていうこう導入があって、うん、で最後抜ける時もその何ライブ見終わったみたいな感じを味わってほしくて、はいはいはい、だからね、こう緊張感がこう解けるというか、そう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 、あったよね、そういう感じが、緊張のね、ほぐして導入して中でこう緊張をしてって最後緩和させるみたいな、うん、みたいなこの流れはね結構考えてました。なるほどなるほど、うん、いや良かったですよ、あのなんか終わりまで良かったなって思った、すごい良かった。でそれがね、あの8月のいつだったかもう忘れちゃったんだよね22とかだね、俺があのチャラさんで大阪行ってた時だから、8月の22にそれがあって、うん、でもそっからさ、そのエピストロフとしてはめちゃくちゃニュースが あるわけですよ、うん、やりますよ、そう、あのウォンクだけじゃなくてエピストロフでそこら辺にいろいろやってたのは、はい、まずその前日か、8月21日にはエピストロフに所属してる梅っていうアーティストが、女性の、はい、梅ちゃん、はい、梅ちゃんの、ニューシングル、トキシックっていうのがね、はい、リリースされてますね。されました。で、これは、新た、ボンクのリーダーの新たプロデュースの楽曲で、はい、やってますと。梅ちゃんもいい曲ですよね。毎回いい曲だなと思います、本当に。ね、今回もかなり、いいよね。ねえ、ちょっといいですか、聞いて。はい、聞きますか。はい、では流します。はい、
聞いていただいたのは、梅でトキシックです。いやこれ懐かしいな。これあれだよね、あの最初に聞いたデモの曲だと思うわ。そうそうそう、もう梅ちゃんがずっと前からね、あの弾き語りとかでやってる曲、うんうん、それを、まあ、エピストロフチームでアレンジして今回リリースしたと。ああいいですね。やっぱ梅ちゃんのなんていうの良さはさ、なんかこうなんて言ったらいいかな、こう言葉の選び方が難しいけどさ、可愛すぎないというかさ、なんていうの、うんうんうん、やっぱいいよね。その声がさちょっと沈んでるじゃん、うんうんうん、そのなんか感じがねいいんですよね。そのそうだよね、なんかその不思議なんだよね、この幼さと大人っぽさのこの同居してる感じ、うん、すごいね、不思議でいいんですよね。ねえ、いや素敵ですよ。はい、というわけで皆様エピストロックのアーティスト梅をよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけでそう話戻すと、この梅が8月21日に出たんですよ。はい、で、その 3BCG ライブあって、うん、その次の日、いやその日、その日だ、 3BCG ライブのその日の夜に、うん、ま、このメルローの新譜が出てますね。はいはいはい、今回の新譜についてちょっとなんかコメントくださいよ。まあなんか今回はねあれなんですよ、あの、まあ、要するに、自粛中に作ったトラック、うん、なんかまあ自粛中やっぱり家から出れないしスタジオにも行けないからいろいろこう、まあ、家でトラックを作るしかなくて、うんうんうん、そんな中でああこれはキキビビリリに歌ってほしいなって思ったのをもうそのままレコーディングして出しちゃったみたいな。なるほどね。そうだから突発的に出した曲なんですけど、そうですね、なんかねいい感じだった、いい感じだったいい感じだった、うん、メルローにしては新しいテイストよね。まあそうだね、まあなんかその一応だけでもまあそのなんかなんていうの、まあいろんな土地土地のトライバルなビートをフィーチャーするっていう意味では変わらないんだけど、うん、なんかやっぱりこう日本語詞が載ったりとかすることによってかなりこうまあポップに聞こえる曲ではあるかな。そうだよね、いやそうだから新しい、俺はちょっと新しいなと思って、うん、まあ、最後はメルローの感じなんだけど、うん、そうちょっとこれも連続しちゃいますけど聞きましょう、はい、聞いてみましょう。では曲振りをお願いします。はい、メルローでこれじゃないですね、これじゃない、この次かかります。メルローでメルティメルティフィーチャリングキキビビリリーです。
い、聞いていただいているのは、メルローフィーチャリングキビビリリーでメルティメルティです。はい、夏ですね。夏だね、これ。でも夏ってさ、うん、面白いよね。その夏ってわかるっていうサウンド出せるのって夏だけじゃない？なんつうの、季節で言えば。あ、なるほどね、確かに。まあ、あのクリスマスとかこうピンポイントだよね。あの、その鈴をシャンシャンさせるとかあるけどね。その夏、季節でもう一発バチンと出せるのはね、夏なんですよ。まあ確かにね、それはそうですね。ウィンターソングとかもまああるはあるけど、うん、夏っぽさの出し方にはかなわんところはあるかなと思う。うん、確かに確かに。作りますね。これは割とまあブラジル調な感じの、ビートの曲でございました。はい、そうで、これが8月22の、ウォンクが 3DCG ライブやってるその日の、シーン、まあ その日だね。その日に出た、その日にバント出て、うんうん、これまたね、次の週だったかな、うん、ねこれが8月26にまたエピストロフから新譜出てまして、はいはいはい、まあ、次の週ですよ。うん、でこれが、フェンネルコリアンダー。はい、今コメント欄にもいらっしゃいましたね。はい、フェンネルコリアンダーさんのね、アルバム出ましたね、また。はい、そのアルバムのタイトルはですね、32.6% ということで、おフェンネル・コリアンダーさんのその今やってるそのアルバムは、前回のパーセントシリーズ、パーセントシリーズなんです。前回のアルバムは 25.8%、 はいはい、で今回のアルバムが 32.6% ですと。はい、なのでまあ残り 41.6% がね、今後リリースされるんですかね、うん、ですかね。でもこういうなんか一個コンセプト決めてやるっていうのも楽しいですよね。なんかそう、モチベーション上がるんだよな、こういうリリースの仕方と思って。はいはいはい、自分で100って決めてさ、うん、100年内に出し切るとか、なんか、まあ、ちょっとこれそういうコンセプトか分かんないけど、うん、なんか これをここまでにやるって決めたらやってくみたいなやり方ってすごいモチベーション上がるよね。そうだよね、やっぱりなんかこう、そうだね、なんかこう、なんていう、締め切りってほどのものではないんだけど、むしろ締め切りを人に決められるよりもやっぱ自分でこうやるって決めた方がなんかそういうパワーを引き出されるよね。そう、そうなんですよ。で、今回もね、なんだろうな、そのビートも面白いよね。本当に個性出んだよなと思って。うん、もうまあ同じレベルメイトだからっていうこともあるかもしれないけど。うん、もう誰が作ったか一発でわかんのね。うん、確かにそう。うん、エピストロフにもまあ何名か、エピストロフからリリースしてもらってるビートメーカーいますけども、はい、それぞれね、もう一聴してわかるのよね。うん、これがね、良いですよ。良いですね。個性が際立ってる感じ。はい。というわけで、フェンネル・コリアンダーさんの曲も聴いて、行きましょう。行ってみましょう。僕が一番好きな曲、はい、では聴いてください。フェンネル・コリアンダーのニューアルバム 32.6% から、フライング・キャット・ダービー。はい。
はい、聞いていただいているのは、フェンネルコリアンダーの新アルバムからフライングキャットダービー、フィーチャリングシングルです。いやこれはもう本当フェンネルコリアンダービートって感じですよね。はい。なんかそう、なんかクールなんだよな。うん。クールなんだよな。そのでもそれも面白くて、うん、本人に会うとクールかどうかと言われるとちょっとあれなんだけどクールなんだよね。ビートはめちゃくちゃクールなんだよな。うん、それがねまたいいよね。いいですね。だしなんかこのエレクトリック具合みたいなのが絶妙なんだよね。まあエレクトリック具合はありつつ、そのビートがさ、かなり有機的な感じがする。うん、バランスがとてもかっこいいですよね。で先ほどコメント欄では年内に 100% 出しますと本人が言っておりました。やったぜ。ね、楽しみですね。はい、というわけで、エピストロフの作品で、8月にバババッと出てリリースラッシュが続いたと。まあ、あと言ったらあれですよ、あの先ほど僕と飲んでいた彼の、まあ、曲も出ましたけどね。あ、そうだそうだ、弾き方ね。うん、弾き方も出ましたよ。弾き方も出ましたね。そうそう、ということで8月はかなりリリースラッシュな感じでございましたね。はい、こう見るとすごいですね。みんな作ってますね、やっぱりね。そうそうそう、みんなすごい作ってる。まあでもあれよね、その自粛期間みんな作ってるよね。みんな作ってる。やるしかないもんね。そう、みんな作ってるよ。だから多分こっから、まあ、エピストロフだけじゃなくてね、他の音楽業界リリースラッシュがめちゃくちゃ続きますよこれね。え、絶対そうだよね。もうだ、まあ、だけどなんかその何、大手スタジオというか大きいスタジオ自体はさ、うん、一番こうこんなに自粛が厳しかった頃やっぱり閉まってたからで、なんかこう卓録系がちょっと進化したっていうのもあるだろうし。そうだね。そうだから、またちょっといろいろ変わってきそうな感じはするよね、その普通の音楽業界も。配信とかライブ配信とか以外もなんかこれから出てくるものっていうのはちょっと変わってきそうな気がしますね。まあ、普通の耳に入ってる中でもね、他のアーティストで、この人もこの人も作りまくってなっていうのを聞いてるんで、皆さん音楽はこれからもねたっぷり楽しめますよね。え、はい、だからみんなこう追っかけるのが今度大変になってきますよね。ん、そうね。ねえ、いやいやいや、だからまあエピストロフもね、負けじと、はい、いろいろに負けじとやっていきたいですね。メルローはどうですか、そのどうですかじゃねえか、そうだよそうだよ、これも話さなきゃと思ったんだけど、うん、メルローの活動といえば、つい、昨日、あ、昨日？ん？あ、昨日？昨日だっけ？あ、昨日だね。おとといか。昨日か。昨日か。どれだ？どれだ？キリンジ。あ、キリンジは昨日ですよ。昨日、そう、昨日、キリンジのライブ見ました、僕。あの、はい。姿を。いや、あの、見れる隙間がありそうだったんで来ませんかって言ったんですよね。いやでもね、あれ俺が生ライブを見たのがもう本当に久々だったから、うん、なんかねそれで食らったね、そのうわいいなみたいな。いや分かる、俺もなんかこう外音がしっかりだから、配信ってさ外音とかないじゃん、うんうん、大体モニターだけでやるから、ああいう広い野外でボーンとこう外音が出てるライブっていうのはすごい久しぶりで、うんうん、なんかもうなんだろう、あのサウンドチェックの時にわーってなったもん、すごい、うんうんうん、やっぱいいですね、やっぱりね。そうだよね。ね、で僕はまあキリンジ大ファンなんで、うん、あのそこもね含めてめちゃくちゃ楽しみました。そのもちろんね、曲もいいし、演奏も良くて、うん。なんだろうね、キリンジってやっぱりすげえ
いいバンドだよね。ね、バランス感覚がすごいよね、やっぱりね。そのなんかポップネスみたいなものを失わない、うん、なんか強度のあるメロディーとかさ、歌詞とかがあって、うん、だけどなんかこっちはなんかソロ撮ってる時はもうなんか普通にジャズとかやってるみたいなぐらいのコードチェンジがあったりとかもするし、なんかそう、そのまあこれは決して似てるっていう意味ではなくてさ、その、うんうん、まあ、スティリー・ダンとかさ、うん、ドナルド・フェイゲンとかの周りのスタイルとちょっとやっぱり通じるものがあるんですよね、うん、なんだろう、作家性はすごい出てるけど、うん、バンドはメンバーはまあたまに変わったりとかいろんな人が入ったりとかするけど、うん、その作曲の作家性が強すぎてキャラは失わないみたいな。そうだね、うんうん、でプレイヤーはもうしっかりみんなこう字ができてるからいろいろ遊べて、うんうん、っていう感じ。そのスタイルいいよね、俺はすごい好きなんですよ、うん、そうですね。いやなんか手だれ揃いだけど、やっぱりそうなんかやっぱり一個こうやっぱキリンジになるみたいなね、うん、感じだね。そうなんかそうだから、そこに安藤くんが入って、でもまあ安藤くんは安藤くんなんだなっていうのもすげえわかるんだけど、あキリンジの演奏を見て、なんだろう、まあやってることは違うけど、ウォンクにいる時のそのメルローとまあ何ら変わらないもんね。まあね、だしなんかそのなんていうか、割と入り方がちょっと最初からなんかなんていうの、まあフィーチャリングってほどではないけど、そのアルバムとかもさ、なんか割とこう好きにやっていいよっていう感じで始めから入ってるから、そういう意味ではなんかこうなんだろうな、本当に気にしてないわけじゃないけど、意外と気にせず自分のことができるというか、そういう現場でもあったって感じかな、うん。でもやっぱりそれをその呼んだゲストミュージシャンとかメンバーとかにやらせるだけの、うん、その寛容さがイコールもう絶対性みたいなのがあるんだよな。なんつうんだろう、うん、言い方難しいけど、そのどんな人に何やられても俺の曲はこうなるみたいな、うん、その絶対性があるよね。禁じでしかないみたいな。あとはまあなんかこうなんていうの、その音色選びというか、なんかそのなんか人を選んだ時点で結構アレンジになってるのかなとも思ったりする。そう、うん、それもね、そうこの人だったらこういうことやるだろうなみたいなところまで見ての人選というか、うん、そうさ、それがねとても良い。改めてうわすげえなってなった。まあ、でも雨大変だったでしょう。もうびっしょびしょですよ。まあ雨とは知ってたんだけど、うん、なんか俺そのあんまり野外ライブとか行くタイプじゃないからさ、うんうん、このあの雨がっぱを着てライブを見るみたいな、うん、頭がなくて、うんうん、だからもう普通に着の身着のままで、しかもカメラを携えてさ、おでもう全部びしょびしょだった。わあ、あれ何、シグマ FP って防滴とか防滴防塵みたいな感じなの？そう、一応防塵防滴で、ああ大丈夫ではあったんだけど。なるほどなるほど。でも結構まあそのなんかなんていうの、ザーッとは降ってなかったけど、ずっとあそこにいるとこうべちょべちょになる感じの雨だったよね。そう結構その雨粒がね小さかったからね、ステージも結構こう風でさ振り込んできちゃって結構大変でしたね。なんかそうだよね、その強くないがゆえに風でめっちゃ入ってたもんね。そうだ、なんていうの、あのなんかさ夏場にさ涼しくするためにこうピャーってこうなんかミストみたいなのが出てる商店街とかあるじゃん、うんうん、サービスエリアとかでさ、うん、あれのちょっとこう水圧ミスってる版みたいなやつで、こうずーっとなんか顔がベタベタみたいな、そういう感じだったね。楽器もめっちゃ濡れたんでしょ。楽器濡れたねー。そうで、なんかこう楽器をさ、こうだから
ステージの奥の中の方に立ててて、昨日とか持ち替えがいっぱいあったから並べてたんだけど、したら意外とこう持ち替えにその取りに行くのに時間がかかっちゃって、そうで意外とこうあの汗しながらアクセクしながら持ち替えて演奏してましたね昨日は。いや大変そうだった、だけどなんかねあの話をいろいろマネージャーさんとか制作サイトとかに聞いたところ、もう多分ねウォンクをしのぐほどの雨バンドらしいね。あ、そうなんだ。てか高木さんが雨男なのかな、わかんないけど、あの雨じゃなかったことないぐらいの雨バンドらしい。まあでもサウンドとしては雨合うよね。まあね。カラッカラの天気の中に聞く感じでもないもんね。ねえ、いやだからね、でもだからそれこそなんか雨上がりだったのよ、もうギリギリ。ハンバートさんがやってる頃ぐらいがさ、雨上がりでなんか涼しくなって、あーいいじゃんとか思って、あーこれはきっと気持ちよくライブできるねとか言ってたら、転換しに行こうと思ったらもう降ってるみたいなさ。みたいな感じだったもんね。あ、でもいいライブでしたよ、久々に。ねえ、いやありがとうございました。はい、というわけで、まあ、今日までの活動、エピストロフの活動はまあこんな感じですよね。はい、なんかまあ事前になんか質問とかも募集したんで、その辺とかも見てってみますか。じゃあ、事前に我々インスタでね質問募集してますので、そちらの方を、今からパラパラっと答えてみたり、雑談したりみたいなフェーズに入りますよ皆さん。はい、じゃあ、質問読み上げてくれれば答えますけど、僕の方もね割と来てます。おお。じゃあね、まずね、安藤さんは寿司案件のようなやらかし経験はありますかっていうことだったんですけど、何回かやったことあるね。いやー、安藤くんのやらかしは、俺覚えてんのはやばいなと思ったのは2個あって、1個はサックス忘れ事件ね。サックス忘れ事件ね。仙台まで手ぶらで行ったってやつね。文句のライブで仙台まで行って、あのサックスと奏者として雇ってるのにサックス持ってきてないっていう事件が起きたっていう ね、あったね。いやあれはその後それこそむしろさ、なんていうの、あの集合場所までは持ってってたから、あの路上に忘れてないかがすごい不安だったんだよ俺、逆に積み忘れみたいな。そうだけど、まあ一応そのなんかあのウォンクのこう倉庫的なところに一回入れて、そっから車に乗せ忘れたみたいなね感じで、あれはね結構自分でもショックだった。なんか逆に慰めるぐらい落ち込んでたもんね。いやー、あれは落ち込むよね、やっぱりね。やっぱ落ち込むよ、だって楽器なかったらもうただの、もうなんていうの、ただの人だもんね。もう歌でも歌おうかぐらいのさ、丸腰はやっぱりダメだなと思ったね。もう一個は、はいはい、まあもう一個はちょっと詳細は控えますけど、まあ酔っ払ってやらかしたことは何回かありますよね。まあ酔っ払ってやらかすのはよくありますね。はいはいはい。それはあれですね、あのそれはあれですよね、あの天図東京の帰りの話ですよね。天図東京の帰りとか、まあいろいろちょっと詳細は控えた方がいい。まあそうですね、それは控えましょう。自分で思う他のやらかしなんかありますか？まああとは、あのてかもね、同じようなことがもう一個あって、なんだっけ、あのなんかさ、入場規制みたいな罰ゲームを俺とケントでやった。あったじゃん、あの時はあのウォンクのギャザーラウンドっていう曲で使用する、まあ MPC を忘れたんだよね、俺。あ、そうだそうだそうだ、 MPC 忘れね。そう、あったあった。そう、でもだからなんかあの頃難しかったのはさ、あの頃ってウォンクはさ、何、俺は一応サポートだけど、絶対5人で動いてて、セトリがさ当日決まるみたいな感じだったじゃん。そうだね、新たがこれでいきましょうって言って決まるみたいな、だから
何が起きても対応できる全てを持ってなきゃいけなかったんだけど、なんか忘れたんだよね。忘れたというか、なんかそのまあ決まってはいなかったんだけど、でなんかギャザラン1曲目であないわってなってできなかったみたいなのがありましたね。そうね、まあそういうやらかしは確かに安藤君結構やってるね。まあそのなんか忘れ物系はね、その2回を覚えてるね。僕の方の質問にも、1個仕掛けがあるんで、サクッと答えます。罰ゲームの推し、カンさんも食らったことありますか？なさそうなので、ということで、僕はないです。でもこれなんでないかって、僕遅刻しないわけじゃなくて、うん、遅刻するときは事前に言うっていう、ごくごく当たり前のことをやってるから。その、なんか遅刻しないわけではないです。まあ、30分遅刻とかはね、まあ、もろもろの事情がしたこともあります。まあ、ね、うん。まあ、その。最初からもうちゃんと一発目からもうなんか、あ、それ俺行けないわとかいないわって言うもんね、バシッと。あと、ことが始まる前、だいたい30分前、1時間前にはね、行けない、遅刻しますって言うんで、うん、やったことはないですね。うん。はい。どうぞ次、なんかあれば。はい、あとなんかあるかな。じゃあ軽いやついきますね。はいはいはい。お二人はドラクエはやりますか？ドラクエ。ドラクエはね、俺ね、モンスターズ世代だね。あ、テリーのワンダーランド。そう。はいはいはい。わ、めちゃくちゃやった。俺もテリーのワンダーランドめちゃくちゃやったね。あれはなんか画期的だったよね。そのドラクエ感とポケモン感のこう融合というか。しかもなんかこう、掛け合わせていくのよね。後輩さんとか、うんうん。あれ、その当時はポケモンはそういうシステムなくて、うん、ドラクエはこうね、モンスターズは掛け合わせてやっていくみたいな。ちなみに僕はドラクエはまあ5、6、7とやってますね。おそれ以外は、まあちらっと、ワンツーとかもチラッとやったことあるけど、そんなにがっつりやってないですね。ああ、まあ俺もね、大体チラッと。はい。そんなしっかりやってないね。はい、次の質問。はい。ね、ウォンクメンバーの誰か一人と同居しなきゃいけなくなったら誰としますか？だそうです。うわぁ、難しいなぁ。うん、いや難しいねそれ。同居もさ、どれくらいの同居かだよね。そのなんかなんていうの、その割とプライベートが保たれる重要部分に出た時に誰かがいるみたいなぐらいの感じなのか、まあそのフィクションとしてのこうカップル的な同棲なのかよるよね。まあ普通の友達と一緒に住むってことじゃない？ああ、シェアハウス的なこと。うん、シェアハウス的なことで言えば、うん、難しいな、難しすぎる。それはそれぞれね、やっぱり良さと悪さがあんだよな、うん、安藤くんは誰ですか？いやでも俺迷ってて、例えばケントだったら、それこそ昨日の話じゃないけど、もう用がないときは多分会わないじゃん、うん、寝てるから、うん、寝てるかどっか行ってるから、うん、で時々うまい飯が食えるっていう説はあるんだと思ったりするんだよね、うん、どうすか？俺はね、ケントはまあうまい飯食えるっていうのと、まあ適当にしてても、うん、もう悪いことないっていうのは一個いいとこかなとは思うのよ、うん、だけどなんか友達とか連れてこられたら俺嫌だな。あ、そういうのあるね。それ忘れてたわ。そのパーティーされる説、ね、うーん、パーティーされる説というか、なんかそういう感じ。俺あんまりさ、その人と話すの好きじゃないからさ、うん、なんか例えば自分が帰ってきたらケントとケントの友達がいっぱい家にいてみたいなね、そういうの、あ、なるかも。なる、それは俺もなる。綾竹はね、多分すごいきっちりしてるから、まあ綺麗好きで、うん、食事の当番を決めましょうとか、
なんかこうしましょうみたいなのを事前に多分、もし仮にシェアハウスがあるとすれば、その事前に決め事を決めてくるタイプだと思うんだけど、なんかね、そう、俺は別にそのしっかりしてないから、だるっとしてるときはもうごちゃごちゃだし、気が向いたら掃除するってタイプだから、なんかね、まあ、時には言われそう、小言を。ああ、菅さん、ゴミ出しが、みたいなね。そうそうそう。うん、なるほど。そう。で、あなたはね、まあ、特段、なんだろうな、なんか悪いこともないか。実害なさそうだよね。そうだね。うん。特段悪いことはないけど、でも、あなた自体がシェアハウスという制度をすごい嫌がりそうだよね。ああ、まあね。そうそうそう。確かにね、こう、まあ、それは一人っ子感というかね。そもそもね。うん。まあ、そんな感じだから、誰でも何かあるし、誰でもいいかな。そういう意味ではさ、例えばさ、例えば、俺が井上寛と住んだら、どうなるかなと思ったけど、意外と平和かもなって思った、今。いや、それは平和よ。その、それは平和だと思う。だって、そんな出てこないでしょ。何にもないよ。だって、なんつうんだ、その、癖がないもんね。スタイルに。あと、俺は人呼ばないし、家に。パーティーしないし。こんな感じですかね。ですかね。はい、どうですか、いっぱい来てるんですよ。はいはい。いっぱい来てんだよな。これ面白い。何これ。ウォンク、メルローを聞いている中高生は学校においてどんな立ち位置の人が多いと思いますか？これ面白くない？逆にさ、自分たちの世代の時のさ、ウォンク、メルローって何だったんだろうね。いや、日本にそういうバンド、まあでも、なんだろう。ちょっと違うけど、渋谷系っぽくなるのかな。でもそれってドンピシャ世代なのかな。その時に渋谷系っぽいの聞いてるのがそういうことに当たる。ああ、なるほどね。外国からの音楽もよく聞くけど、日本でそういうことやってる人を面白く思うみたいな。そういう感じなのかな。それとも、いや、でもそもそも自分たちがどういう風に位置づけで見られてるのかっていうことだもんね。それ分かんない。そうそうそう。難しいよね。なんだろうね。いや、でも、まあ、少なくとも、その、多数派ではないと思うんですよね。今、ウォンクを聞いてくれてる人も、メルボを聞いてくれてる人も、中高生で多数派ということは多分、まずなくて。いや、でも、なんだろう。どういう人かは置いといて、その、自分が多数派じゃないって思ったところで、なんか折れないでいただけるととてもいいことだなと思うんだよな。まあそうだね。俺もなんかだからさ、なんていうの、あのあれだ、あの自分を思い出すと、なんかさ、タワレコとか HMV のちっちゃい袋に、こうなんか友達が貸してとか言って、貸してって言ってさ、こう洋楽とかのさ、CD を 3,4 枚入れてこう交換したり貸し合ったりとかしてさ、みたいな、こう小さいちっちゃいコミュニティがあったんだけど、でもそういう風になってたら面白いなって思うけどね。確かにね。その、そうね、そういう好きな人同士が、まあ、3、4人ぐらいいたら、それはめちゃくちゃ面白い、いいコミュニティだよね。ねえ、だからクラスをまたいでもたとしても、なんかさ、この間買った CD めっちゃ良かったわって、まあでも最近のもうその中高生が CD 買わないと思うけど。そう、なんかそういう情報交換をこうこちょこちょし合って、なんかみんなで、ね、イヤホン半分ことかしてね、聞いてめっちゃいいじゃんみたいな、あとで聞いてみようみたいなことをやってくれてたら嬉しいなって思うよね。そうだね。そう、まあ自分もし好きで聞いていただけてるんだったらね、その好きっていう気持ちは
ね、自分の中で大切にしてほしいですよね。うん、そうですね。安藤浩平は酔っ払っていませんか？安藤浩平はもう酔っ払いを超えてます。はい。あとね、ああ、これ言ったんだろう。どうしよっかな、いろいろね、結構ね、今喋ってた中で出てきた話とかも出てきちゃってね。うんうんうん。はいはい。じゃあ、お二人は泣きたい時とか落ち込みたい時に聞いたり見たりする作品はありますか？泣きたい時。泣きたいとき最近ないな。泣きたいときね、泣きたいときに見るというか、なんかね、意外にも泣いちゃう作品っていうのはあるんですよ。おお。僕が意外にも泣いてしまったのは、イブの時間っていうアニメーション作品なんですけど、イブの時間って知ってるかな？いや、俺は知らない。イブの時間っていう、まあ、アニメ映画、まあ、最初はその映画ではなかったんだけど、リメイクが映画なんだけど、あらすじはその、アンドロイドが普通にいる世界で、まあ、メイド用のアンドロイドがいるんだけど、家に。で、その人と、こう、そのアンドロイドとその家の人が、こう、いろんな、こう交流を経て最後にまあ友情なのか何なのかみたいな、その完結型ドラマみたいなのじゃなくて映画、でっていうのがあるんだけど、それのね、まあ最後の辺のあるシーンでそのそのロボットが何かしらの感情があるんだっていうことをその、自分が認めるみたいな、主人公が認めざるを得なくなるみたいなシーンがあるんだけど、その瞬間の演出でね、泣いちゃうんだよな、なんていうか分かんないんだけど、そう。なるほど、なるほど。っていうのはありますね。これはね、でもね、その最近で一番、なんかちょっとずれるけど、最近で一番号泣したそういう作品としてはね、アバウトタイムっていう映画があるんだけど、これがね、泣けるんだ。アバウトタイム。びっくりするぐらい泣いた。本当に。ちょっと隣の人に惹かれるぐらい泣いて、おえおえ泣いたんだけどね。なんかね、意外とこう、なんか、なんていうのかな、男の子だったらなんだけどさ、やっぱさ、父ちゃんもの？お父ちゃんもの？でなんかさ、意外となんかこう恋人が例えばその病に倒れるとかさ、愛する人がそのカップル的なものとか、そうやっぱお母さんはこう母なるみたいなのとかあるんだけど、やっぱお父さんと息子の話って、男子的にね、自分も男だから、ダメだなってなったね。まあ、なるほどね。確かに、俺もそうだね。イブの時間も確かその、まあ、母と子っていうのも、まあ、テーマにはあったな。母と子というか、まあ、親と子みたいなね。まあ、親子ものっていうのは、何かしら、みんなね、みんなが、ね、何かしらの関係を持っているはずのものだからね。永遠のテーマでもあるかもね。そういう。そうね。感情を動かすっていう点においては。はい、そうはい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 。他にはね、そうだな。の、あるよ。あ、いいよ、どうぞ。360度カメラを数年前に旅行用に買ったのだけど、その後使い道がなく、まあ、そういうものに
はのそのなんか使い道とか興味はありますかみたいな。俺、ね、持ってるよ、360持ってるよね、うん、見たことあるなと思って。でもね、使い道がないね。難しいよね、あれってね、やっぱり。なんか、360度カメラの難しさって、うん、なんだろう、人間はその360度同時に見れないっていう難しさがある。なんつんだろうな、その360度で撮っても結局それをこうくるくるさ回してさ、うん、見るのって 2D じゃん、うん、あとなんかあのこう上にあなんていうのぐるーんって見えるみたいなやつもあるよね。うん、あるあるある、まあ、なんか一発のインパクトはあるけど、いちいちこうセッティングしてそれを撮って、であとその共有の仕方も難しいんですよね。そのあその 見れるもので見てもらわないと見れないもんね。だから相手が見るデバイスというか、普通の画像だったらもうインスタに上げるでもツイッターに上げるでも人にポンって上げるっていうのもありなんだけど、 3D、うん、その360度で撮ったやつって、うん、その360度で見れるようなアプリとかソフトとかサイトで見ないとできないっていうのがね、うんうん、ちょっとね足かせになってるよね。なるほどね。確かに確かに、あ難しいなと思いましたね僕も。なかなか俺もそのウォンクでヨーロッパツアー行った時以来撮ってないかも。ああそうかそうか、うん、なるほど、難しいですね。じゃあそちらは何かありますか。あじゃあカメラつながりで、はい、カメラレンズといろいろ沼ありますがフィルム沼はどうでしょう。なるほど。いやでもフィルムじゃないもんね、カンちゃんはね。俺はね、フィルムカメラ持ってなくて、うん、あ、そう、もう一個質問が来てて、うん、レンズのロードマップっていうのがあるって言ってましたが、その先にフィルムカメラはありますかっていうのもあって、うん、僕は今のところは、まあ、ないですね、うん。フィルムはね、まあでも多分、その、買ったら楽しいっていうのは、まあ、わかる。うん、今、行く感じではないかな。はいはいはい。なんか俺もフィルム、その最初の質問だけど、フィルム沼っていうものは意外と浅いんだよね。っていうのも何かっていうと、もう今のこのご時世、生産中心になっちゃったものが結構多くて、限られてるっていう、まず使えるものが。そう。で、なおかつ、いいものは結構高価なんですよ。はいはいはい、そうそうそう。だからなんかこうそうなってくるとだんだんこう例えばまあ気軽に撮ろうと思ったらこれかなとか勝負の時はこれかなみたいなのってやっぱりこう沼っていうかね決まってきちゃうんですよね、うんうんうん、だからなんか沼ってほどのことはないかなと思っておりますね。えフィルムカメラ持ってんだっけ。持ってるよ、いっぱい持ってる。そうそうそう、なんだけど、うん、いつも使ってるやつもうフィルム、あれはデジタルか。うん、デジタル。そう、フィルムはね時々しか持ってこない。やっぱりそのなんか球数っていうかその取れる枚数が決まってるのと、うん、やっぱりデジタルに比べて、まあ、デジタルか、まあ、最近の新しいデジタルカメラに比べたらやっぱり暗いところに弱いし、うん、取れるシチュエーションが結構ね限られるから。なるほど。そういう意味で、なんか、あんまりこう、携帯する、なんか、チャンスを伺ってって感じだよね。なるほどね。うん、フィルム沼は、レンズ、カメラに比べると浅いということです。まあ、そうですね。まあ、現像とかするようになると、また、現像沼みたいなね、自分でやる。焼き付けやるみたいなになってくるとフィルムは弱ですけどね、はい、あね、現像はやばそうだね。うん、やばいと思う。それこそ音響と一緒で部屋をどうしようとかそういうこと、うん、そう暗室作ってみたいなね。それは大変やね。え、大変ですよ。なんだろうな。ハードトークは個々の自宅からの配信なのですか。はい、そうです。そうです。
お互いの家に今いて、ズームでつないでおりますね。はい、あとね、なんかこうちょっと演奏するタイプの人から、演奏に自信が持てません。ね、こうなんかだからなんかこう演奏が持てないところからこうちょっとこう音程ピッチとかがこう合わなくなったりとかすることもあって、なんかどういう風にこうやっぱり演奏を望むときに自信をどうしたらいいですかねみたいなのが来てますね。それは、まあ、俺が言えるのは管楽器、その人管楽器ってことだもんね。かな？うん。あの、まあ、その練習はありきだと思うけど、うん、なんか成功体験を積み重ねるっていうのも自信につながるなとは思って、うんうん。だから、なんだろうな。例えば、なんかそのジャムセッションでうまくいかなかったみたいな、うん、重ねるとだんだん自信がなくなってきちゃうじゃん、うん、だけど一曲決めてバチッと練習してそれだけ一回ジャムセッションで吹いてみるとか、うん、でバチンと決まるとそれはあたかもそのアドリブでやったかのようにバチンと決めるとみんなウォーってなるから、うん、そういうのを重ねてってなんかね成功体験を重ねるっていうのは重要かもしれない、うん、重要ですね。あとはまあだからあとなんだろうな、いい演奏しようと思えば思うほどやっぱダメになるというかさ、うん、なんか自分で自分を追い込んじゃうというかね、うん、があると思うから、なんだろうな、なんかそのだからそれこそ日々の練習の積み重ねとそれまあ成功体験みたいなものが下地にある上でなんかフラットな気持ちでやれると一番良さそうだけどね。なんかこう変に力むとさうまくいかないってやっぱみんなあるじゃん。そうだね。なんかやらなきゃやらなきゃと思ってる時こそ意外とできないみたいなことって絶対あるから、結局なんかその本当にバンドやってて思うのは、うん、この本番はその自分の最大の 40% ぐらいしか出せないんですよ、うん、多分、うん、人によるんだと思うんだけど、そのぶち抜けて 100% 出すときもあるけど、うん、基本ベースはもうベースで楽器じゃなくて基本は、自分がもう超頑張ったらできるっていうのが100だとしたら、うん、40でができなくて、うん、そうだね、40を上げていくしかなくて、でも逆に40でやり続けるとすげえ楽にできるんだよね、うん、っていうのはなんかすごい思う。そうだから変に100を狙いに行かないというか、なんかそれこそなんていうのかな、こう意外とこうリハの方が良かったなみたいなこととかもあったりするじゃん、うん、ああいうのってやっぱりリハの時ってやっぱ誰も見てないし、意外とこう力抜いてやってるからこそリラックスしてできてて、それがなんか変にこう気合が入っちゃった方がうまくいかないとかね、うん、そうそう、まあ、だからそれはね結局練習ってことになっちゃうんだろうけど、うんうん、あの自分の100をどうやって40に持っていくかっていう練習すると、そうね、あとは100のその底というか天井を上げるみたいなねっていうのはありますね。はい、いや、いっぱいあるんだよな、いっぱい来てるんですけど、どうですか、どうかな、あと2、3答えますか。じゃあ、あ、うん、どうぞ、いいですよ。安藤さん、高木さんの印象はっていうキリンジネタの質問が来てるんですけど、これ俺も聞きたい。ああ、学校の先生みたいな学校の先生か塾の先生かみたいな感じかな。見た目の話じゃなくて、いや、その話じゃなくて、なんか振る舞い、立ち振る舞いとかも、なんか礼儀とか所作とかも、なんかこう、なんていうの、それこそなんかこう、あ、プリント課題できましたみたいな気持ちがこっちに芽生えるというか、そう、まあやっぱ作曲してる人っていうのもあるからね、うんうん、うん、なんか こうやってやりました、どうでしょうみたいな、あ、いいねいいねみたいな、なるほど、そうそうそう、でもなんか
すごいもうしっくりくるね、その感じ、うん、そうそうそう、そういう感じでしたね。まだだからなんか実際さ、こう俺がそのキリンジにとかその高木さんに絡み始めたの、まあ、レコーディングは置いとくと、ライブの現場はさ、うん、あのやっぱこの自粛になって以降、コロナ以降だから打ち上げとかもさないわけよ、やっぱり、うん、終わったらこうやっぱさっとあんまりワイワイせずに解散してくださいみたいな現場が多いから、なんかそういうもう本当現場、音楽の現場でしか会ってないから、そういう中だとそういう印象かなってなる ね、うん、いやなんかバッチリで、バッチリな印象だなそれ。安藤さんは散髪されたようですが、菅さんは髪型チェンジ予定ありますか？はい、安藤、散髪されたんですか？散髪しました、先日。最近みんな散髪してさ。はい、ねえ、したね、みんな。これ、別の質問でもなんか、新田さんと長塚さんが、2ブロックにしてますが、菅さんも2ブロックどうですか？してみませんか？っていう質問も来ているけど、うん、2ブロックってさ、何が2ブロックの定義なの？え、要するにその刈り上げ部分とふさふさ部分で2ブロックってことでしょ？ああ、それ後ろもそうなのかな？横だけの話？ああ、どうなんだろうね。なんかその、後ろは俺いつもがっつり刈り上げてるから、なんだろう。うん、うん、まあ。それが2ブロックなのであれば2ブロックだし。うん。サイドを刈ってたこともあるからな。うん、大昔だけど、うん、2ブロックって流行ったもんね、結構ね、うん、まあ楽なんだよね、うん、そうだね、そうそう、でも面白いよね、その新田と健人の反り方は確かにちょっと似てるよね、うん、あれ全然違うところで、ね、そうだね、そう、いやでもだから俺とカンちゃんは同じ人に来てもらってるじゃないですか。カン、うんうん、さんはまた伸びてるなーって言ってましたから、切りに行ってくださいね。全く言ってないからね。ねえ、いつも大体言われてるよ。その、いやー、カン君ね、今ね、結構伸びちゃってんだよねーっつって。俺今、多分人生で一番髪の毛長いかもしれん。あ、ほんと。とか、もうだって、顎下まで来ちゃうもんね、長いもん。おー、すごいね。だから、最近なんか食べてるとよく髪の毛食べてるね。ああ。うん。これは大変だ。まあだから、その、こう、センター分けでね、やってるわけですね。耳にかけたりとかしてるわけですもんね。まあでも、割と気に入ってんだけどね。うん。なんか変えてみるのもいいかも。なんか別の質問で安藤くんのその、髪型にこだわりありますか、うん、っていう質問来てる、なんか。ああ、こだわり。こだわりはそんなないけどね。なんかむしろ、やっぱり美容師さんとかがさ、一番こう自分のこう、例えば頭蓋骨の形とか、そういう骨格から、髪質からわかるわけじゃん。うんうんうん、それで、こういう風にしてみたいんですよねって言った時にうーんって言われるってことは、なるほど、あ、多分ダメってことなんだなって思うし、でこういう風にしたらって言うってことは多分それが似合うんだろうなって思っちゃうから、俺は、そうだから割となんかそのまあ毎回こう美容師さんと相談するんだけど、こだわりというよりかはなんか適切にこう似合うものをやってもらえればいいかなって感じではあるかな。安藤くんでも毎回意図がわかるよね、その美容師さんの。ああ、そうだね、うんうん、それがいいですね、確かに似合う髪型にしてる、いつも、うん、そうそうそうですね、うん、なんかあるかな。来週初めてジャズライブに行きます。お、鑑賞のツボなどありますか？
ジャズライブね、鑑賞のツボ。うん。まあなんか、意外とさ、なんかこうさ、なんかソロが終わったら拍手しようとかいろいろあるけどさ、まあ気にしなくていいと思う。なんか普通に見、ただ見ればよくて、でなんかその、いつイエーイって言っていいかわかんないみたいなとかあると思うんだけど、まあ自分の己が、なんか、おお、なんか今かっこよかったな、みたいな時に、こう、ね、うん、イエーイとか、ヒューとか言ってくれたら、まあそれは普通にロックとかバンド見てても多分一緒だと思うんで、そう対してこう、ジャズだから、と言って気負いをせずに、うん、見に来てほしい、見に行ってほしいなと思いますね。うんうん、なんか、まあ一発目、一回目でジャズを今まで聞いたことなければちょっとわかんないけど、楽しみ方がね、めちゃくちゃいっぱいいろんな通りあるんですよね、うん、ジャズのライブって。なんか、まあ、楽器やってるとその楽器がどう弾いてるかっていうのももちろん注目するけど、うん、なんだろうな、ジャズってそのまあ、スタンダード、ジャズであれば、そのテーマがあって、うん、そのアドリブがあって、テーマに戻って終わるみたいな、その様式美もあるじゃん。うん、だからそれを踏まえていると、なんだろう、そういう方にハマってるのもあるし、ハマってないのもあるから、この、ね、面白いよね。あ、これはこの曲だなってなってから、アドリブに入ると全然違くて、うわ、すげえなってなるのもあるし、うん、そもそもこの曲何なんだよみたいな。うん、全然わかんなくて、後からわかるみたいな。で、これ、そう。長くねみたいな。うん。もあるし、なんかね、楽しみ方いっぱいあるからね。まあでもなんかとりあえずなんかその小難しく聞こえてもその人の一応それは歌心小難しいけど歌心なんだっていうのを思って聞いてくれるといいかなと思いますね。なんか結構ジャズってなんていうのかな、そういうなんて技の応酬みたいな感じになりがちじゃん。実際そうやって思ってプレイしてる人もいるからそうなるんだろうけど、なんかそういうテクニックのこうバトルだと思わずにこうなんか曲とかメロディーのっていうものを踏襲した上でどういうその人が歌を歌う、その即興で歌を歌うわけですから、なんかそれを聞いてもらえたらいいかなって思うんですよね。まあそうね、あと場所に飲まれないことですね。そうだね、うん、まあそう、まさにその閉鎖的なイメージありますって今あったんですけど、うん、コメントで、まあ確かにイメージはありますと、うん、でなんかちょっと洒落てるイメージもあるし、うん、でもね、あの本当に飲まれないことが重要だと思いますね、場所に。まあね、そうだね、うん、普通の音楽として楽しんでるみたいな、よしで、うん、ジャズもね、いつの間にかそういうなんか芸術みたいな側面がついちゃったからあれだけどね、もともとクラブミュージックですからね、ジャズは。そうだね、そうそう、だからまあカジュアル、本当にカジュアルなねノリで楽しむのが一番楽しいかも、うん、そうですね。そんなとこですかね。他にもいろいろ来てるんですが、ね、来てますね、いろいろ。最近カメラ沼以外の沼ありますか？沼？いや、うん、いや、もっぱらカメラ沼だね、カメラ。感じがするね、俺も見てて、あなたは。でももうさ、その、買う、欲しいと思ったら、うん、後に買おうが今に買おうが一生の理論の持ち主だからさ。あ、わかるよ。うん、それはわかる、うん。結局買うなら、みたいね。しかも、あの、カメラ沼にハマってわかったのは、うん、中古市場がすごい盛んだから、うん、なんだろう、例えばこのレンズが10万円しますと、うん、言った時に、まあ、大体売却値は安くなってても4、うん、5万なんでね、うん、3、4、5で売れるから、まあ、額面10万じゃなくて資産と思うぞっていう考え方あるじゃん、うん、そう、だからより沼りやすいんだなっていうのを理解した。なるほどね、うんうんうん、なんか
あやたけが言ってたけど、ライカのカメラやレンズは資産だから、うん、そうだね。みんなでこう、その買ったり売ったりして継承していくものって言ってますよみたいな。でもそれはまあライカはそうかもしれないけど、他のレンズもなんかそういう考えで沼っていくんだなっていうのすごい最近。うん、なるほどなるほど。まあだからバリバリ買っちゃうね。いいですね。なんかあれ最近つけてるさ、うん、あれなんだっけ、そのあれ俺あれオールドレンズは買ってないんだっけ、普通に現行品だけ。いや、オールドレンズも買ってて、それはでも、うん、あのペンタックスの、うん、まあ、タクマシリーズがさ、あ、はい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 、3000円ぐらいだからさ全部。そっか、そうだそうだ、タクマはね、誰だっけ、カズヤかなんかあれさね、はいはい、そうで、そうだからまああれはあの、そう各暗証とか、その時は何、あのマニュアルフォーカスで撮んの。そうそうそう、いいね、それも楽しいよね。そうそう、あれも楽しいし、なんかやっぱりね、まあもちろんなんかちょっと勉強したんだけどさ、うん、中さレンズのなんか色がちょっとこう青みが出ちゃったりみたいな、うん、歪んじゃったりみたいな、うんうん、あとは確かにオールドレンズだと今のミラーレスのやつに合ってない場合は出ちゃうことは結構ある。うん、まあ、なんか別にそれはいいかなっていうぐらい楽しめるよね、安く、うん、そうだよね、うんうん、だからなんかそれもいいし、現行品もいくつか買ってみたけど、それも多分ね、はいはい、レンズはね、ほんと意外とこうなんかこうパッとなんかここがこうとは言えないんだけど、なんかこう全体のさ、こうシャープ感とか柔らかさとかボケみとか、うん、なんかこう何とも言えないこう差があるよね。うん、そうそうそう、楽しんでますね。楽しんでますね。さあ、まあてか俺は逆にね、今ね沼ってることはないね。ないんだ。うん、平常運転だね今はね。なんかもっと楽しいことあれみたいなこと言ってなかった、最近言ってたかな。なんかでもね、ハードのシンセが欲しいなとかちょっと思ったりはしたんだけど、シンセ沼ね、思いとどまったんで、やっぱでかい昔のやつ、はいはいはい、うん、でも思うと買えなかったりとかね。で昔のやつね、でもそうか、シンセね、シンセ沼っていうのもありますからね、俺も、うん、まあ常に半分ぐらいにはシンセ沼には使ってるからわかるけど、うん、でもね、そのカメラも思ったけど、シンセもやっぱ現行品いいですよ。ああ、なるほど、ね、逆にね。うん。っていうか、なんだろうね、その、オールドなやつはオールドの良さがあるんだけど、うん。ね、まあ、本気で1個使うんだったら、現行品のね、新しい申請、使い勝手いいのいっぱいあるからね。うん、なるほどね。まあ、確かにね、昔の分もカバーできるしね、実際。そこに飽きたら、オールド新鮮でまあありますけど、うん、そうね、だから今はさ、ソフト音源とかもいろいろあるじゃないですか。そのだからそのハードっていうのは、だからまあ要するにそのなんていうの、鍵盤がついてる、いわゆるねキーボードっていうやつで、ソフト音源っていうとそのパソコンの中に入れる音源みたいなね、うん、もいろいろあるから、やっぱなんか選択肢が広すぎてね。確かにね、音源そういう意味で言うと、そのあのシンセ沼に陥ってる状態とか沼りそうな状態で一個その、うん、覚えておいてほしいというか、自分がいいなと思ってるのは、その買ったやつだけで作るっていう。そうね、そう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 、俺も逆にそれがやりたいの、だからハードが欲しいなって思ったのよ。あのそう、買ったやつだけで作るっていうのは割といいですよね。そのそうだね、やっぱ今の時代無限に選択肢があるから、うん、この選択で
そのクリエーションの時間を費やすっていうのも、まあ、一個のやり方なんだけど、うん、その選択肢がを自分でこう狭めて、その音色の先のクリエーションに集中するっていうのも、まあ、そのスタイルだから。そうだね、確かに。それはそう。本当にそう思う。だから、もうなんか一個買っちゃえって、それだけで作るっていうのは楽しいよね。それいいね。だね、だから要するにね、これね、つまみを触りたいんだよね。こう、いろいろ。こう、うん、俺も結構だから、ずっとソフトを、シンセでやってるから、うん、やっぱこうプリセット選んで、うん、まあ多少みたいな感じだけど、なんかこうね、最初サイン派からこう自分でこうグリグリグリとかやってやるとか、そういうのをなんかこう物理的にやりたいなってすごい思ったりするんだよね、最近はね。そうね、それあのアラタが持ってるけど、コルグの M2000 とかさ、うん、ああはいはいはい、あ、いいですよ。あのあれはまあアナログシンセじゃなくてデジタルシンセなんだけど、うん、すごいあの価格も安いし、つまみがついてるね、なるほどね。いろいろなんかこうね、それこそシンセもね、中古市場いろいろいっぱいあるからね。だから割とシンセもその今中古で売ってるやつ買っても、うん、まあ、メルカリとかでの売り値そんな変わんないからね。うん、確かに確かに。いいですね。なんか欲しいなって思っちゃいますね。いや、レンズ沼来ないんですか？レンズ沼ね。俺そこにだけはね、落ちてないね。カメラは好きだけど。そうだよね。そう、そうだよね。いや、レンズ沼は来ないですか？そう、いや自らだからやっぱりね、アダプターを買わないことにしてるからね。そうね、アダプター買ったら終わりだと思ってるから。終わるからね。ねー、そんな感じですか。なんか安藤くんが眠そうという意見がね、結構来てる、まだ9時半だっちゅうのにね。あ、そうだそうだ、これ聞きたかったんだ俺。コメントで今思い出した、 Vlog なのか Vlog なのか問題。ああ、それね。あのそう、あの今僕はその Vlog というものをやってて、うん、安藤くんも、昔からね、ね、やってますね。最近さ、キキビビリリーが始めたじゃん。あ、キキビビログね。キキビビログ、うん、あれもいいですよね、なかなか。でもやっぱね、こうアーティストたるもの、自分が映った方がいいという助言をしたわ、この間。ああ、なるほどね。キキビビログはね、安藤ブログになりかけてるから、今。確かに。そう。あの、キキビビログは確かに。でも、俺、いいなと思ったのは、その安藤君のやって、ナレーション自分で入れてるのは、うん、このキキビビの良さを一個出してるなと思って、声が。そうだね、まあ、声のね、良さね。だからそれはいいなと思ってる最近流行りのビログですけども、僕はビログと言ってます、うん、ビログなんだね。なんでかっていうと、うん、そう読めるからです。はい。ブログに対してね、ビログってことだよね。ビログ、うん、多分それってあれよね、その、英語っぽい発音するか日本語っぽい発音するかっていう。そうだね、ブリー。そう、俺はあれだね、なんかあのビデオログみたいな気持ちでの、なんか短縮系みたいな気持ちで Vlog って言ってるんだよね。ビデオってこと？まあだから V スペースログぐらいの気持ちっていうか、ね、だから V をやっぱ V って読むのはさ、日本語英語じゃん。そうだね、 VHS みたいなね、 V。そう、だから多分その違いよ。そうだね。確かに。うん、だから僕は、ビログと言ってます。はい。じゃあ俺もビログにします。いや、なんでもいいんじゃない。別に Vlog でもいいと思います。そうそうそう。いや、なんかね、これね、素朴な疑問だったんでね、どっちの方が、こう、
ね、マスというか少数派多数派どっちなんだろうなとかね結構ね思ったりしたんだよね。それは分かんないよ確かに。でも Vlog っていう言葉の方が聞くけどね。あ Vlog ね、ランド、ディズニーランドって言ったりするノリ。ああ、ディズニーかディズニーかみたいなね、そういうノリじゃない言えてる、うんうん、確かに確かに。そうだね、ウォンクレディオだもんね。そうそうそう、ラジオとレディオの、そうだね、まさにウォンクラジオじゃないもんね。そう、あのウォンクレディオだけど、うん、なんだ、あの普通のあの TBS レディオじゃないもんね、 TBS ラジオだもんね。そうだね、だからやっぱりなんかそうあるよね、そのラジオなのかレディオなのかで雰囲気変わるみたいなのあるよね。あるね。そうそう、ウォンクラジオだったら結構可愛いもんね。そう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 、その印象という意味ではあるよね。あるね。な、 Vlog より Vlog って言ってた方がさ、なんか鼻につくじゃん。うん、確かに。そのフックはちょっと意識してるわ、なんか。ああ、なるほどね。何言ってんのこいつみたいな。相手の Vlog ね。なるほど、なるほど。いやー、そうか、そうか。ということで、1時間半ぐらい経ちましたね。はい。じゃあ安藤くんがお眠ということでここら辺で締めますか。なんか8時ぐらいにスラックの方に光新太さんから、安藤さん割とガチで酒かなり飲んでます、普通に酔っ払い笑いっていうメールが来てましたね。来てますね。まあ、なんだよ。いいね、なんかよかったね、一緒に。そうね、平和な日ですね。はい、いやまたね、これ結構ナードトークもね、感覚をふわっとした感覚でやってますけどね、また今後ね、いろいろライブが動いてくるといいですね。そうするとまたその話もできるし。そうだね。そうそう、なんかやっぱその一緒にどっか行ったりみたいなことがね、ここ最近はなかったから。まあ確かにね、そういう面白話をする場だったからね、面白裏話場所がね、ナードトークだから。まあなんかまた、まあでも年末からねツアーがあったりとか、メロもね、ライブちょくちょくやってるもんね、配信とかも。そうだね、そうだね。まあそういうところでまたいろいろあったことを話せるといいな。でもまあ、年末はまだもう遅いな、遅いな、ちょっと次やるのは。ん？いや、年末にもう一回、年末にやるっていうのはちょっと遅すぎだね。そうだね。まあもうちょっと秋ぐらいに、ね。やれたらいいかなと思いますね。でも早いね、本当に。早い。今年。うん、そうね、もう9月だもんね。ねえ。もうあっという間にきっと12月になってますよ。いやー、いやでもすごいいい、俺はいい年を過ごしてる感じしてるけどね。その、あ、まあなんかさ、このなんていうの、目の前のことが山積みでアクセクして過ごしてるわけじゃないからね。そう、なんかまあ、語弊を恐れずに言うと割と、うん、いい年だなと。うん、なるほどなるほど。いい年だったなって、まだ9月だけど、うん、こっからもいい年になりそうだなとは思ってますけどね。なるほどなるほど。いろいろやって、はい、はい、またね、ウォン君もね、ウォン君もだから最近はこうちょっとこう4人体制ですけど、また一緒にやれる可能性もありそうな感じがするのでね、近々また面白いイベントなり何なりの発表があると思いますので、はい。今日の方も、ウォンクの方も、エピストロフともどもね、リリースもあるので、はい。いただければなと思います。思います。はい。まあ、そんなとこかな、今日はね。どうですか？いや、いいです。こんなとこです。はい。
やるときは3時間ぐらいやるけど、やらないときはもう1時間半で終わるっていうね。ね、安藤くんが眠そうなんだもん。眠そうというかね、あのね、ちょっと気持ち悪いんだよね。はい。次は、この逆パターンでね、僕がめっちゃ酔っ払って安藤くんがシラフの時に報告。はい。やりましょう、次は。はい。では、はい。皆さん、さよなら。はい、ありがとうございました。